はい、こんにちは、松岡と申しまーす。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで、今回は某中古店でプラレールを買ってきたので、1個ずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、京浜東北線の中間車でございます。1両200円でした。ちょっと値上がってきましたね。早速開封していきましょう。さあ、若干塗装がボロボロになって、てるので、まあ、たくさん遊んだんでしょうね。メイドインベトナムと書いております。破損部分はそう見られないんですけども、まあ、中古ですね。後で綺麗に洗っておきましょう。はい、続いてこちら、京浜東北線 E233 系の後備車でございます。お値段220円。早速開封しましょう。こちらも傷だらけですね。同じお店で売っていたので多分セットだったんでしょうね。はい、メイドインベトナムと書いております。破損部分はありませんが、まあ、若干汚れてるので、まあ、たくさん遊んだんでしょう。シールの剥がれはないんで、そんなにね、なんかすごい状態が悪いわけではなさそう、うん、ちょっとこれも一回きれいに洗いたいと思います。はい、そしてこちらでございます。220円で売っておりました、京浜東北線 E233 系の先頭車でございます。よく見ると電池が入っております。アルカリかなこれ。まあいいや、開封していきましょう。はい、こちらでございます。とりあえず、まあ電池をね、引っこ抜きましょう。ちょっとアルカリとね、途中電池の液漏れとか怖いんで。はい、ということで、あ、やっぱほこりまみれかな。とりあえず電池を抜きます。液漏れはしてないみたいだね。モーターもさ、その前期とか後期っていうか、そのちょっと違うらしくて、モーターなんだけどメイドインベトナムと書いてあって、結構汚れているんですが、ここね、これ出っ張り分かるか、ここポコって出てるじゃないですか。これがね、低いやつとちょっと高いやつがあるらしくて、今これ低いじゃないですか。これね、初期の方に生産された台車なんですね。なんで、まあまあ昔のものになるのかな。ということで、ちょっと動くかどうかやってみましょう。で、今アルカリ電池ってさ、これ入ってない電池。あ、入ってる。電池イベントの時に使っちゃおう。動く。たださ、ほこりめっちゃすごいんで、一回ね、綺麗に洗っていきたいと思います。台車の破損とかなんか傷とかシールの剥がれは、そんなないですね。まあ、若干ね、こうやって汚れあるんですけども、まあ、問題ないでしょう。で、なんかネジが外れてるところもないんで、まあ、ちょっとゴムタイヤがね、だいぶ劣化してるんで、これだけ後で交換かな。もしかしたらちょっと改造プラレールで使うかもしれません。はい、続いてこちらでございます。SL 人吉号の客車でございます。50系客車ですね。あ、まあ、50系客車を改造した客車ですね。展望車なんですよ。で、これはね、220円で落ちておりました。開封しましょう。僕ね、個人的にやっぱこのね、印刷っていうか、その、この、なんつうの、デザイン最高だよなと思って。SL 人吉号って、その、もう現在廃盤なんですけども、これもさ、廃盤になったのもコロナよりもずっと前なんですよね。はい、で、発売されたのももう10年以上も前のものなんで、結構古い車両でございます。で、メイドインタイランドと書いております。はい、客車こうカパッと開けてて人を乗せられるんだけども、プラキッズはいませんでした。残念ですね、本当に。まあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、まあいっか。まあそんな感じで、特に破損もなく、状態はまあ中古って感じですね。先頭のその SL、まあ、86っていう機関車なんで、こちらは頑張って探したんですが、ありませんでした。残念。はい、続いてこちらでございます。はい、古戦況220円で売っておりました。ちょっと色違いますね。茶台が茶色で、古戦況部分がグレーと緑、屋根が緑色のものとなっております。はい、ここに明るい挨拶、みんなの笑顔と書いております。はい、ということで、こちらのちょっとね、色違いの古戦況、メイドインタイランドと書いております。こちらの、古戦況なんですけども、SL スチーム号、スチーム号かな、蒸気が出るやつのセットのデゴイチのセットがあったんですけど、それの古戦況になります。なので、そのセットにしか入ってない割と珍しい古戦況となっております。はい、でこれが横手にあって、と思って、じゃあ SL あるかなと思ったら、ありませんでした。多分ね、ここがここなんか接着剤みたいな跡がついてるんですよ。これ割れたんだろうね。一回割って接着剤でくっつけて、そのまま
ったんでしょうね。悩んだんですけども、220円って書いてあったけど、まあいいや、イベントの時にこっそり使おうかなと思って、あの今回買わさせていただきました。まあちょっと埃まみれですが、まあなんとかね、なるでしょなんとかなると思いますんで、まあイベントの時にちょこちょこ使っていきたいと思います。いやでもこの古戦況廃盤になったのはとても辛いです。そして最後なんですけども、今回ちょっとこちらを買わさせていただきました。カプセルプラレールでございます。珍しくね、カプセルプラレール買わさせていただきました。ということで、まあね、たまたまね1両50円ということで、今回買ったんですけども、なんとね桃田車が4つ、月島が3両ということで、今回7両買わさせていただきました。ということで、まあ、1個ずつ、開けてみましょう。まずはこちら、湯布院の森ですね。僕ちょっとカプセルプラレールはあんま詳しくないんでわかんないんですけども、まあ裏見たらさ、そのモーター車のところがゴムタイヤじゃないんですよね。なんかこう、ちょっとなんかゴムタイヤなんで、その昔のタイヤなんで、これ多分古いタイプなのかな。とりあえず重いんで、もしか、あ、電池入ってますね。ちょっと開けてみましょう。まあ開けてみましょう。どういうとこだった？ここ、どうやって取るのこれ？まずここを取ってくるの？これなんか、単語電池がテープで貼ってある、あ、動いた。はい、ということで電池入れたら動きました。ありがとうございます。いやー、ちょっと驚きですね。カププラのこの電動車のこのモーターを開けるっていうこの作業難しいわこれ。だってカプセルトイだからね、年齢も確か低かったよね。でむずくね普通に難しくね。ということで動きました、ありがとうございます。はい、続いてこちら、やっぱり N700系の新幹線ですね。でね、連結器割れちゃってるんですよ。非常にもったいない。ちょっとあとはこれは後でプライタで直すとして、動くかどうかですね。これ電池入ってるのかな。あ、入ってる、電池入ってるやん。危な、単語電池なんてさ一番液漏れしやすいのに。もうこれはね、下のところから開けるみたいだね。まずここ取ってからこっち、はい、出ました。液漏れはしてない、液漏れしてないよ。あぶねえ、まあ、液漏れしてたらアウトだからね。単語電池入れます。ちゃんと動くね。うん、ちょっとモーターが弱い感じかな。ということで、ネジ山が潰れてないだけマシか。たまにあるんだよね、カプセルプラレール、あ、ネジ山潰れてるみたいなの。ああいうのはちょっとショックですね。この連結器部分はプライタでなんとかするとして、ちょっと他のものもなんとか見ていきましょう。でこちらですね、 EF66-12 と書いております。更新色の色です。あ、これもあれですね、つなぎ目のところ割れてますね。まあ問題ないでしょう。はい、でこれ、ね、スイッチがさ、オンがこっちなんだよね。もうプラレールと違う。あ、これ動くよ、ほらサイドのところから開ける感じですね。セロハンテープ貼ってある。外すなってことなのかな。これ最初からこういう風な仕様、それとも誰か外さないようにやってたのかな。とりあえず EF66 のモーター車でいう感じかな。ネジ山も潰れてないし、まあ、連結器がちょっと破損してるけども、まあ、これでなんとかなるっぽいので動きましたと。はい、ありがとうございます。そして最後300系のモーター車、これなんか重さって、あ、そうです、電池入ってますね。ということでこれも多分サイドとサイド側のネジを外して、でこっち側のネジを外せば取れんのかな。あ、これ液漏れしてない、セーフ。え、動かないのこれ。あ、動いた。ちょっと車軸ふにゃふにゃして、まあ問題ないでしょ、走るんで。あ、動いたわ、ありがとうございます。ということで、ちょっとレアな4両、そして今回こちらの3両、これはね3両編成で売ってたんで、ちょっと今回買わさせていただきました。まあ、カプセルプラレールですね。なんか今カラカラ言ってんだけど、これ何？なんでカラカラ言ってんの？あ、これ待って待って、これ開くんじゃね？あ、開いた。あ、人いる。あ、すげえすげえ。あ、人落ちた。人線路内転落。あ、やばい。人落ちないで。あ、すげえ。カプセルプラレールってプラキッズみたいなやついるんだ。へえ、ちょっと待って、これ見えるかな？ほら。お、黒いよ、マジで。お、黒いさ、人間は名探偵コナンの犯人役だけでいいんですよ。いや、ほら、すごくない？これ、本当に、半沢さんじゃん。マジで、人乗るんだね。これすごいね。人乗せられるんだ。そして、中間車。中間車もそうじゃない？これ。人いるよ、ほら。あ、どっちから開けるの？こう？わかんない。あ、こっちだ。ほら、人いる。
人おるやん。犯人の半沢さんいっぱい乗ってるじゃん。え、違う、これいる人いるからって違う、なんかスイッチあるよ。改造プラレーラー、あ、すげえ、ライトだ。改造プラレーラーがやってるようなことやってるね。しかもさ、三角ネジに変わってんだけど、え、三角ネジなんだ。え、このタイプの三角ネジめんどくさ、外せられないじゃん。でもさ、かっこよくない？え、カプセルプラレールでこのクオリティすごいと思うんだけど。おい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 、すげえ、めっちゃ俺感動した今。え、でも動力は3両だけなの？こんな感じだね。え、モーター車ないよ、モーター車だってこれ。でもすごいね。いや、これすごいわ。お、俺ちょっと感動しちゃったわ。このライトのさ、この感じすごいね。しかもさ、別にそのちゃんとここから漏れるようになってんの。そのよく車体自体が光っちゃうってことあるんだけども、光が漏れないようになってるんだけど、すごいね。いやー、超かっこいいわ。ということで、今回はこれ久々にカプセルプラレールを買ったんですけども、なんかね、こう面白いなって、特にモーター車ですね。これ改造してなんか別の車両とか作ってみたいなと思ってしまいました。ということで、今回はこれで以上でございます。何が良かったかというと、電池が液漏れしてなかったことですかね。また他の動画でお会いしましょう。またねー。